七部白金相は、近方外科秩父金宝下家七部白金相属の多年草。草質で柔らかい。別名、大白金相、朝鮮白金相、満州白金相。根茎は丈夫で短く、計5ミリメートル、長さ1から3センチメートルで、水平から垂直に伸び、根茎の下から多数の髭根が出る。根質用は内い1から2個あり、傭兵は、 長さマイナス13センチメートルになりまばらに毛が生える。2回産出服用で、長さ6から8センチメートル、幅7から10センチメートル、各張用は、卵上皮脂型になり、長さ2.5から3.5センチメートル、幅1.5から2.5センチメートル、3中列して、さらに切れ込んで、円は卵形の巨子になり、幅2から5ミリメートルになる。 茎は細く直立し、高さ20から3 5トルになり、上部で1から2回分子し、基部は褐色で膜質の輪片に覆われる。茎の中部につく葉は、1から2回3出複葉で、長さ4から1 1トル、幅3から1 4トル、葉平は、長さ1から2センチメートルで短毛が生え、基部に卓葉がある。茎の上部につく葉は、無柄で輪生する。 花期は5から6月。花は白色で、茎先に三形状花序に3から6個付き、稀に一重なし、上向きに咲く。花柄は長さ1から2センチメートルになり、無毛。花弁状の額片は4から5個あり、東卵状大型で、長さ6から7ミリメートル、幅3から4ミリメートルになり、先は鋭、形で平らかいする。花弁はない。 湯髄は10個以上あり、薬は円形で、長さ0.3ミ、mm、リメートル、黄色で、花糸は長さ2から4ミリメートル、下部は線形になるが上部は広がる。髄は小型で、心側は3から5個ある。果実は、袋下で3から5個あり、楕円型で、長さ3から5ミリメートルになり、背側に流骨があり、複側の縫合線に沿って開列する。種子は、 卵形で長さ2ミリメートルになり、赤褐色になる。日本では本州の岩手県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県に分布し、産地の落葉紅葉樹林の林内や林園に生育する。石灰岩地や蛇紋岩地に見られることが多い。世界では日本のほか朝鮮半島、中国大陸東北部、 ロシア沿海地方に分布し、温帯から亜寒帯の落葉広葉樹林内に生育する。和名、秩父白金層は、秩父白銀層のいで、白金草族に似て、埼玉県秩父地方で知られたことによる。矢田部良吉による命名である。種商名ラディオナムは、ドイツのシベリア植物研究者、グスタフラデへの県名。環境省レッドデータブックでの選定はない。 都道府県のレッドデータブックカテゴリーは次の通り。秩父白金僧族は、金宝ゲカの族。多年僧で、やや発達した、規制の根景、または、防水状になった会計を持つ。葉は1から3回産出服用で、茎の中部に付く葉は誤生するが、茎の頂部に付く葉は、輪生する。過剰は、茎の先に付くか上部の溶液から生じ、産形状。 草上につくか単生する。花弁はなく、花弁上につく学編は4から5個あり、卵形から東卵型で、白色で時に紅色を帯びる。染色体基本数は、X イコール7。東は北米型の分布を示す。植物群で、日本と東アジアに分布する秩父白金層のほか、次の保種が北アメリカ大陸に分布する。本属に属する植物は、 すべて送春植物である。ありがとうございます。